2013年度予算が今月末までの2012年度内に成立しないため、政府が編成した暫定予算は今日午後の参議院本会議で与党や民主党などの賛成多数により可決され成立しました。安倍総理大臣は衆議院小選挙区の一票の格差を是正するため、小選挙区定数の0増5減を実現することは国会の責務だという考えを示しました。自民党は総務会で大手電力の発電部門と電力を送る送配電部門を別会社にする、いわゆる発送電の分離を明記した政府の電力システム改革の基本方針案を了承しました。3月29日金曜日3時半になりました。こんにちは、寺島直政です。こんにちは、小出真帆です。 17.9 度、まずまずの気温ですね。暖かいですね。シャツ1枚で私先ほど外歩きましたし、ジャンパーいらないって感じですね。今日はあれだね、これでいつものようにあの襟だけのやつね、はい襟だけ、小出のね、はい、ポイント、それ面白いね、うん、襟だけ。もうこれからずっとそういうのでテレビ出たりさ、いろんなとこ出ればいいじゃない。襟だけ芸人いっぱい集めんのよ。あ、いいですね、うん、あ、襟だけ芸人しようかな。襟だけ芸人っていいね。でも襟だけつけるみたいな、いや、いいじゃん、何でも。だからビキニの時でも襟だけつけてるっていうあ、いいですね。とにかく襟にこだわるっていう。でもいいですね、あのビブル大きさの蝶ネクタイみたいな。そうそうそう。あ、じゃあ私襟が本当に、ね、そうですよ。で、今そういう便利な本当に襟だけがあるから、うん、いいよね。で、赤のカーディガンでしょ。ね、なんか襟いっぱい届きそうじゃないですか、うん、あとあの胸元がヨレヨレっとした T シャツだね。これ何回ぐらい洗っちゃったの。これダメなんです。これ見せちゃダメなやつだった。これなんで隠します。なんで見せちゃいけない。これババシャツ。え、何これ。インナーだから。え、インナーなのか。ババシャツというか。あちゃー、あれ出ちゃってる。出ちゃってる、やめろよ。なんか出ちゃってるって言うと他の方出ちゃってるみたいな感じだから出ちゃってるね。今日はちょっと出していくんですよ。ユースリム、あの、はい、もう泣いても笑っても最後ですからね。そうそうそう。夕焼けテラちゃん活動中、出ちゃってる小出の胸元見てやってください。胸は出てないです。胸は今日は出さないの。あれでも俺、はい、ね、昨日からですね、夕焼けテラちゃんの思い出で、今日もあの夕焼けテラちゃんの思い出でいただきたいんですね。はい。あとは4月から私これやりますとか、4月からこうなりますとか、ね、新しいことそういうのも教えていただきたい。はいはい。こちら昨日いただいたマロンちゃんという船橋にお住まいの男性です。はい。主にラジコで聞いてますが、うん、ユーストがあることで金曜日の小出ちゃんの水着姿が見られたのが良かったですね。うん、そんな。明日も、昨日の時点で明日も水着で来られるとのことなので必ず見ます。そんなこと言ったっけ。言ったっけ。え、今日も水着ですか。今日も水着。いやいや、今日はさすがに着てないな。あ、そうなんだ。どうかな。どうかな。やめろよ。最後だからって、あの、用意もしてないのに。いやいや、ダメだよ。まあまあ、大丈夫大丈夫。芸人さんっていきなりそういうことをする人いるからダメだよ。まさかそんな。でも大丈夫だ。ラジオ聞いてる人には見えないんだから。そうそうそう。テレビじゃないんだからね。ユーストリームの、あの、ところだったら大丈夫ですから。でも本当にやっぱ最終回なんで、ユーストは、今までで最高を撮りたいですよね。3000。3000ぐらい行きたくないですか。3000で突拍、この前だって1600いくらじゃないか。それ倍ぐらい取るって無理だよ。最終回ですよ。だってテラちゃんが一生懸命頑張った、うん、いやだから3000取るんだったら、例えばそうだな、何をやれば3000の人たちが見に来てくれるんだろう。1600ですよ。俺じゃ無理だ、悪いけど。私が例えばこのスタジオでね、はい、あの、なんかやりますよって言ってもそれは取れない。やっぱりね、女性がなんかやらなきゃだ。でもダメだよ、そんな法税ついて考えるのよ、マジで。いいからいいから。どうしようかな、まあ、とりあえずほら、はい、お楽しみに、ね、お楽しみとりあえずお楽しみかよ。前向きだな、小出って。大したもん。ほら、そういうこと言っちゃったからもう1000近くになっちゃったんじゃない。そのいいですね、オープニングなんかババシャツババシャツが最終回のね、ババシャツ。で、今日のユーストリームがですね、はい、あの2つになってんだ、カメラが。だから今見てびっくりしたの、私が映ってんだよ。本当だ、テラちゃん後頭部しか映ってないのに、いつも最終回やっと。そうってことは今日スイッチャーがいるってことだ。
わあすごい。ね、スイッチャーが。ちょっと待って、今日マイクの数も多い。マイクがね、さっきあの数えたら10あるの。イカだよ、イカ。イカの足。気持ち悪い。イカの足だよ、もうこうなっちゃったら。なんだよこれ。あとね、今日最後っていうことで、最終回ってこのね進行台本にも書いたんだけど、ね、まあ、台本というか進行のメモですね、時間取りの、一言一句は書いてないんだこの番組はね、まあそれでいいんですけど、はい、カーネーションをですね、これラジオ聞いてる方からいただいたんだな。リスナー、そうなんです、土浦にお住まいのですね斉藤陽一さんという方からこのカーネーションをいただいて、ありがとうございます。いやー嬉しい、綺麗だよね、白とか黄色とかピンクとかね、非常にちょっとオレン薄いオレンジ色とか、まあ色とりどりで、何やだって、卒業式みたいな、いや卒業式寂しいねえ、小出の顔さ寂しそうじゃないよ全然ただの梅干しみたいな顔してるよ寂しいんですって本当に。そうなの、ほらそんなこと言ってると1300超えちゃったじゃないの。ほらもう水着の時に近づいてるから。本当だね、この後の水着ってことは何、いやこの後水着あんの持ってきてんのもしかして。まさかも持ってないか、ね、あのお願いだからこれだけ約束して、水着なしのものはやめてよ、お願いだから。どういうことですか、芸人さんって結構さ、はい、あの冒険しちゃって、あ本当に乳出しちゃったりする人いるじゃない。待って、それは私の今後に響くし、ね、それで美容とか言って、私今日で終わりじゃない、ニップレスかなんかして、いやいやえそういうのないだろうね、そんなやめてよ、勇気ないですね、じゃあネクストジャクソンみたいな、あそう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 、ね、無理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 、はい、よかった無理だしよこれで何やるか分かんないからさ私も生き残りたいんでね。生き残りたい、はい、いやそうなると今度生き残るどころか、生きていけちゃうんだよあ逆にそうだよ、じゃあだからほら YouTube に乗っかって、そっか、話題になりますもんね、もう何十万ヒットってしちゃって、ね、いや別にそそのかしてるわけじゃない、だからそれはダメだよ、だから白目むくなよ真剣に考えるなよ、泉美子さんみたいな表情するなよ、ちょっと考えてきます、あそう、はい、ね、ほら1500いっちゃってだからもういいですから皆さん見なくてね、別にあの見ていただきたいわけじゃないから、何が楽々だよ、女電動アシスト自転車じゃないんだからさ、ね、うん、で鼻出すなよ、そうやって手羽中噛むなよ、ちょっともう興奮してきてね、はい、ね、3月29日金曜日、はい、夕焼けテラちゃん活動中最終回でございますね、あの他の番組は意外にしんみりするかと思うんですけど、この番組最後まで行ってきます、パッパラパラできますから、そうですね、涙は悪いけどない、マイクの数見たらもう何やるかイカだもんだって、どんだけ食うんだっていう、もうやだそれよりもあのちょっと心配なのが、はい、酸欠になりそうだよねここ押し合いで試合でさ、ね、ここだって換気してないし、それどれだけ入るかと、今日ねギネスに挑戦するわけじゃないですから、いいですね、いやいいですじゃないよ、ね、いやダメ、全員ちょっとバンザイバンザイ、やることはちゃんとやるよ、はい、今日のコメンテーターは、ね、教育評論家法政大学教授の小木ママことね、小木直樹さんにお越しいただきます、ね、そうですよ、はい、はい、今日のメールファックスツイッターのテーマは夕焼けテラちゃんの思い出、はい、ね、1754 あれ夕焼けテラちゃんの思い出、ね、だから水着にならなくても超えるってことなんだよ、いえ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 、ありがとうございます、ね、興味を持ってくだされば、うん、皆さん見てみようかって、それも最終回だから、そうですよ ね最終回もだから今日初めて、え、ユーストリームやってんだなんていう ねだって AM ラジオではここぐらいでしょ、ユーストリーム連携会で見ていただいて、テラちゃんの顔効果じゃないか、いつも後頭部だから、そうか、わ、ね、そうかもしれない、初めてテラちゃんを知った人もかもしれない ね私の顔、これだけのイメージしかなくて、ですからね、はい、はい、夕焼けテラちゃんの思い出、はい、メールはテラ、あ、私のじゃ顔は水着かえ、ビキニか、私の顔はテラアットマーク JOQR.net、 ファックスは東京0354031151、ツイッターも受付中です、番組のツイッターアカウントはアットマークテラ1134、ハッシュタグは TRA1134、 たくさんのメールファックスつぶやきお待ちしております、またお寄せいただいたメールファックスつぶやきの中から抽選でお二人に夕焼けテラちゃん活動中出演者サイン色紙、いよいよ今日が最終回、今日は、ね、何度も言いますけどマイクの数が多い、ね、ということは、ね、ものすごい数のゲストが来るわけだ、誰が来るんだか私もよく分かりません、集まんないですよね、集まんないよ、だから、まあ、小木先生でしょ、はい、あとてるさん、雨宮来る、はい、あと小出がいる、はい、あと私がいる、まあ、その他大勢、その他もたくさん来ますもんね、らしいよ、うん、だからその出演された方はもう原則書いていただきますから、すごい、今日はすごい、お二人にプレゼントですからね、そして3時50分頃の特ダネテラちゃんは
教育評論家、法政大学教授の小木直樹さんにお話をお伺いいたします。文化放送夕焼けテラちゃん活動中。この後は今日の夕刊読み比べタブロイマスタです。時刻3時40分です。続いては今日の夕刊読み比べ。今日のコメンテーターは教育評論家で法政大学教授の小木直樹さんです。小木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうマイクが多すぎてどれにそうなんですよ。どれでも好きなの、いやどれでも好きなのって言うとね、三木さん困っちゃいますからね。はい、今日はですね、またおしゃれですね。キラキラ最後だと思ってもう見分けはかけてきた。ありがとうございます。いいですね。最後でね、小木先生ですごいぴったりというか。そうですね、なんかこう締まる感じがします。締まった。今のはちょっと締まらなくて動け。なんてこと言うんだよ、こいで何言ってんだよ。なよなよしてましたけど。なよなよしてる。2042人の方がユーストリームをご覧になって、もちろんラジオ聴きの方もたくさん、いらっしゃるかと思うんですけどもね。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日の夕刊読み比べ、こちら今日の夕刊富士より、就職人気ランク急上昇、プランドゥーシーってどんな会社？就職情報会社マイナビが調査した2014年卒業予定の大学生の就職人気企業ランキング、これで JR 東日本がですね、1978年の調査開始以来初の理科系の1位となりました。 JR 東日本で、文系は6年連続で大手旅行会社の JTB グループ、はい、文系9位に飛び込んだのがプランドゥーシーという会社なんですね。まずは理系のナンバーワンに JR 東日本がなんで入ったかっていうと、これ小木さんおそらくなんですが、前の年は7位だったんですね。やっぱりインフラ産業っていうこともあって、かっちりしてますよね、安定感がある。それと例えば新幹線の海外輸出なんていうのもこの先期待ができます。なんといってもやっぱり鉄道、日本は世界に誇れる技術力の高さっていうのもありますもんね。だからトヨタなんか7位ぐらいなんですよね、はい、昔はトヨタとかね、そうだ、こういうところ高かったんですけどね、これが変わりました。変わりました。で、文系で6年連続で、大手旅行会社の JTB グループがまた輝きましたが、これも小木さんやっぱり旅っていうなんかこう非常にいいイメージ、分かりやすいイメージがありますもんね。そうですよね、でなんかロマンがあるでしょ、はい、教育上も結構いいのよ、旅は。そう、旅はいいんですか。旅行くって小木ママもやってるの。旅行く、旅の教育、はあ、旅効果っていうの大きいんです。家族でみんなで、家族で、みんなで旅行するっていう、別にお金をかけなくていいからね。で、その文系の9位に飛び込んできたのがプランドゥーシー、カタカナでプランドゥーシーって言うんですけども、この会社がですね、昨年が18位だったんです。これが一気にトップ10に仲間入りした。東京の丸の内に本社があります。従業員がおよそ500人ということは、そんな大企業じゃないんですよ。そうですね、中堅ですよね、中小企業といっても過言じゃないですね。じゃあどういう仕事してるかっていうと、主力の事業がですね、結婚式のプロデュース、で創業は1993年ですから、非常に社歴も浅い、社長も若い野田豊さんって方、45歳です。で、この流行のハウスウェディング、一軒家、例えば渋谷に一軒家の貸切型の会場をオープンしたりするんですね、したりしてるんです、新興の新しく起きた、今伸び盛りの企業、日本で一番働きがいのある会社というふうに 本でも取り扱われてるってことなんですね。で、今ちょっとにわかですけど、私の携帯でインターネットつないでですね、このプランドゥーシーというところを調べてみると、これは今後入りたいという方々が参考に見るところなんですけれども、おもてなしという気持ちを非常に大切にしてる。なるほど、おもてなしって日本の文化ですもんね。
で、例えば転職されてる方も出てまして、ホテルでフロント業務をしていたと、もともとは。でお客様と接することが大好き、もっとお客様を喜ばせたいと考えた時に出会ったのがこのウェディング。ウェディングっていうのは、まあ、女性も男性もやっぱり憧れの一つでありますものね、うんうん、女子学生なんかこのブライダル産業ってのはものすごく人気ありますよね。僕のゼミの学生なんかも、うん、受けるんですよ、うん、それの今伸び盛りがここだっていう。だから女の子に人気のあるところがすごく業績もいいですよね、はい、あの2位がねアナなんですけど、やっぱ女の子に人気があるんですよ。でこのプランドゥーシーですね、入社後のイメージというのはどうなってるかというと、自分がお客様だったらどうしてほしいかという考え方が私たちの仕事の軸。なるほど、それやりがいあるわね。でもう本当にやっぱりあのウェディングっていうのは喜びますから、まあ、原則一生に一度のことですから、うん、そうですね、忘れられない思い出になるし、ね、そう、僕も学生に聞いたことあるの、どうしてそんな結婚式のね、何が魅力なのって言ったら、幸せを演出できるっていう、ちょっとイベント応援できるっていう、そう、味わえるし、楽しいな、そうなの。であの後で、まあ、私もですね、結婚式の司会、披露宴の司会っていうのはやりますよね。それで、まあ結構頑張るわけですよ、プロフィールをね、いろいろ調べたり取材したりだとか、そうなった時の後の披露宴でものすごくやっぱり感謝されるんですね。その感謝される、人から感謝されるっていうところで喜びなんだ。そうなんです、やりがいがさらに出てくるんです。私人のために、あ、生きてるっていう実感が、ありがとうって言われるのすごく嬉しいもんね。認められた感じですね、まあ、これは小木さんよくご存知ね、やっぱりこう感謝されるっていうのは生きがいにつながって、これはまた教育にもつながってきますものね。本当に生きるパワーになりますからね。そうね、プランドゥーシー、まあ、ここが人気だっていうのがね、結果として出ております。はい、以上今日の夕刊読み比べでした。テラちゃん、Here we go。 金曜日のこのコーナー、コメンテーターにニュースを解説していただいて、特ダネとしてお届けしてまいりました。このコーナーも今日が最後、今日は法政大学教授で教育評論家の小木直樹さんにですね、この番組の思い出などを伺いながらお話ししていただければと。この番組に小木さんが出演されて2年半です。小木さん、やっぱり何が心に残るって、当日でしたものね。そうです、東日本大震災の3月11日、はい、直前でしたもんね、そうです、2011年。小木さんはもう何度もお聞きしてますけれども、この文化放送に向かっている途中、向かっているすぐそばの、信号で止まっている時にタクシーがボンボンとこう持ち上がるように揺れたの、それで、でも近いからすぐにこっちへ来て、それエレベーターまだ動いてたんですよね、ここでこの上の方までやってきて、そしたらまだ余震が続々と続いて、も怖かった、で番組は打ち切りになってね。そうですね、怖かったです、で、やっぱり、この2年半で一番大きな出来事っていうと、やはり東日本大震災ですね。でも小木さんで言いますと、去年は日本中がですね、非常にまあ心も痛めたし注目しました、いじめ社会問題化して、小木さんは大津のいじめ、自殺事件の第三者委員会の委員として滋賀県に何度も通われたんですよね。そうですね、あれはやっぱりすごいしんどかったですね。とにかく21回も新幹線で行ったんですよね、ほとんどがホテル泊まりでしょ、その中で、でも子どもたちのやっぱりアンケートとか、叫んでる声を、あれはエネルギーになりましたよね。でもとってもね、結果的にはなんかこういじめっていうのは勝ちして解明していくんだよとか、第三者委員会の報告書が一つのテキストっていうかな、なんかそんな役割を担ってくれればなっていうので、皆さんからすごくいいですねっていうのを認めていただけて、亡くなった彼とね、ご遺族にもちょっとね、なんかできたかなっていうふうに思います。その小木さんはじめですね、皆さんの第三者委員会の努力によって、どうなんでしょう、少しずつ
果かなり大きく変化してきてるんですね。少しずつどころかもう大胆に変わりましたよね。やっぱりいじめの、問題第三者委員会というのはオープンで、この声をきちっとね、遺族側からも入れてっていうのはこういう一つの、例ができたっていうことと、それから国の方が今国会でいじめ対策防止法だとか何かを作ろうというので、もう超党派で議員立法で作ろうという動きが急速になっていて、おそらく時間の問題でもう出来上がってくると思うんですよね。だからそういう点で言えば、第三者委員会というのが流行になってあちこちでも全住連の問題とかいろんなところもできてきてますけども、それが形だけじゃなくてちゃんとね機能しようというところで、機能が少しできたかなというのは良かったと思いますね。忙しい中それでもね、この夕焼けテラちゃん活動中にも小木さんご出演いただいて、ラジオ聞いてる方も第三者委員会に頑張ってる小木さんだっていうところで、いじめ特に今まであまり関心のない方でも非常に関心を持ってですね、メールファックスもいただきましたし、非常にありがたかったですね。小木さんにはですね、おはようテラちゃんにもぜひとも、ちょっと朝早いんですから、朝5時から7時、おはようテラちゃん、分かりやすいんですよ。簡単ですから、夕焼けをおはように変えていただくだけで、あと一緒なんです、おはようテラちゃん活動中と、おはよう、そうなんです、これですから、なんかでもはっきりしてますよね。おはようって言ったら、おはよう行くぞって、一日のエネルギー源だ、そう、これを聞いて仕事頑張りましょう、これもぜひともお力いただければと、こちらこそよろしくお願いします。徳田ねてらちゃんでした。小木さんとの思い出というと、この徳田ねてらちゃんで、いろいろなところに私が行ってですね、なんか今話題になってるものとかをご紹介したんですけども、そんな中で偶然なんですけども、小木さんの研究所の近くの和菓子屋さんに私行ったんですよ。購買堂、購買堂さん、そうなんです、三鷹の、吉祥寺、惜しいね、1個先だって三鷹は1個手前、よく似てる、でね、購買堂で、ちょうどこれもね、くしくもなんですけども、2011年の3月11日の1日前、3月10日にコーヒー大福だとかかりんとうまんじゅうを紹介したんですよ、このスタジオで。でその後小木さんも利用していただいて、非常に購買堂さんも感謝しててですね、今回、そういう縁もあって、実は紅白まんじゅうを購買堂さんで作っていただいて、すごい、これ2人にね、結構持つとずっしりしてるんですよ。これ吉祥寺の購買堂活動中、見てください、これね、のこちら、こちら書いたんですか、筆、それ私ね、それ私、すごい、さっきちょっと書いた、いやいや、すいません、もし綺麗だってなんか詰まりながら言わなくて、いやいや、綺麗ですよ、本当にね、中のは購買堂の紅白まんじゅうですから、ぜひ召し上がっていただければ。あそこの美味しいんですよね、人柄がいいの、あそこの。おばあちゃんも、お父さんね、あとお母さんとかね、先週スイートポテトテラちゃんにいただいて、そうすっごい美味しくて、びっくりした、美味しい、初めて食べました、食べてみたいという方は、ホームページがありますからね、紅梅堂、紅紅っていう字に梅に、お堂の堂です、吉祥寺紅梅堂で、ホームページでありますから、これ行ってみよう、僕、あら、もう早速開けて、開けて、早いね、結構大きいね、時には動きが早い、ね、食べてるみたいな。さて、今日はですね、今日もたくさんいただいてます、夕焼けテラちゃんの思い出、こちら金太郎の大冒険さんです。この番組で驚いたのはユーストリームですね、まさか放送中のスタジオがライブで見られるなんて、現代って感じです ね、あれ途中から入ったんですよね、そうです時々あったのが今もう、状態化しましですね、ラジオ特有の一体感がそれまで以上に増して、自分も番組に参加しているような錯覚に陥りました、ということです。そうか、そう言っていただくと、ありがたいですね、開け始めましたね、はい、もうすぐ4時です。夕焼けテラちゃん活動中。
9月29日金曜日4時になりました。こんにちは、寺島直政です。こんにちは、小出真帆です。今日のコメンテーターは教育評論家で法政大学教授の小木直樹さんです。小木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかマイクも多いですけど、スタジオの中はね、今日10本マイクが用意されておりまして、ね、あと何が、ね、待ってるんでしょうね。なんかこうお菓子もね、ジュ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 出てきて、お花もカーネーションも綺麗だし、いただいた、ねえ、賑やかになってきました、はい、最後どうなるんでしょうか。パーティーみたいな、ね、たくさんメールもいただいてます。初めてメールをくださった方、デイジーさん、ありがとうございます。私、番組開始当初からほぼ毎日聞いておりました、その番組夕焼けてらちゃんも今日で最終回、とても寂しいです。夕焼けてらちゃんの思い出というと、なんといってもニセカンナオトとニセ鈴木宗男、そしてニセ石破茂、ニセ浜田光一、東電本社前からの生中継と総理官邸前、からの生放送、叫び声の連発に爆笑したことが一番の思い出。生中継の声の大きさに対して寺島さんが「声が大きいよ、声が！」と焦っていたやり取りがことさら面白く爆笑でした。確かにありましたね。頑張ってくれました。なぜか人気ですよね。まあやっぱりほら、極物だから。まあ一応なんか政治家のものまねしてるから、この番組に合ってるんですけどね。いや、そうです。ねえ、リスナーから極物で、外出るとクセ者になっちゃう。普通の人じゃない、そういうことですね。はい、あ、やっぱりこのピンクの腹巻さんですね。はい、ユーテラの思い出、つい最近のスペシャルウィークで、ニセ鈴木宗男さんが国会議事堂の前で演説されたこと。確か何かのデモと重なっていなかったでしょうか。これ古賀衆ですね。テラちゃんファンクラブという方ですね。さよなら夕焼けテラちゃん、小木ママもびっくりの中心蔵がわからない破天荒な小出真帆ちゃんが忘れられません。思い出になっちゃった。それ忘れてください。またテラちゃんの雑な扱い方が忘れられません。雑。そうですかね。J.O. 九太郎さんです。テラちゃんの思い、夕焼けテラちゃんの思い出。それは何と言っても真帆ちゃんビキニ事件でしょう。見たかった。なんか恥ずかしがらないんですよ。最初はね、ちょっとあれかなんだこれがね。真帆ちゃんが水着になった途端、男の差がというか怖いもの見たさというかで、ユースト視聴者急上昇。結局テラちゃんのアロハ姿に触れることなく番組終了したのは、忘れられません。無駄に来てます。今日は水着なしでもユースト視聴者2000を超えたんですから、真帆ちゃん何にもしなくて大丈夫。本当に大丈夫ですからね、期待していませんよ。これぐらいの煽りでよろしいでしょうか。期待してんじゃないか、これバッチリです。それ期待してんじゃないか。あっ、おいで、すごいぞ。黒い羽の天使、夕焼けテラちゃんの思い出ですが、私はどの曜日のパートナーもみんな個性的で好きでしたが、特に金曜日の小出さんが好きでした。小出さんの可愛いキャラと無垢な笑い声が、仕事の疲れとへこんだ気持ちを癒してくれました。毎週末の夕方が楽しみでした。無垢な笑いなかなか言えませんよ。笑ってんじゃん。今眼球押したの自分で。やめろよそういうの。痛そうだよ。嬉しいです。また井筒監督とマツコさんのコーナーも、毎週くだらない話からすごく真面目な話まで、とても楽しく聞かせていただきました。すごい、そう考えると濃いメンバーというか、すごいバラエティー出てくださって、普通なの僕ぐらいじゃない。一番強烈ですけどね。すごい、いろいろいただいてます。また後ほどご紹介いたします。この後は教育評論家で法政大学教授の小木直樹さんと一緒にお送りするニュース本音と建前です。この時間はいつもならニュースをさまざまな角度から掘り下げ、本音を探るニュース本音と建前のコーナーですが、はい、今日は夕焼けテラちゃん最終回ということで、各曜日のいろんな出演者たちがやってきてくれてます。各曜日のいろいろな出演者たち。だからこのマイクの数。あ、そうなんだ。から10本ですか。こんなに来るんですかね。ねえ。いるかな。まあじゃあもうお祭りですねこれね。はい。行きますか、ワイワイね。誰が来てくれるのか私は知らないんですよ。どうぞ。どうぞ。あ、ピンポン鳴るんだこれちゃんと。なったなった。ピンポン鳴った今。あ、どうも。どうも。ああ。福田萌ちゃんと。
ケット団の火曜日のね、どうもどうも、はい、5時台の火曜日の、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。今またロケット団これ4人で来ました。え、4人4人あ4人だ。萌ちゃんが、萌ちゃんが、改めておめでとうございます。ありがとうございます。今 3.5 人ですかね。3.5 人ですね。もうね、5ヶ月でしょ。5ヶ月だったらもう聴覚でできてるから、みんな聞いてるの。聞いてるの。3.5 人なんて半人前扱っても怒ってるわよ。どうしよう。ロケット団とくだらないけど。おいおいおい。面白いんだよ。最強いいよ。まあ、あのロケット団と萌えちゃんといえばね、火曜日のもうこう敵同士みたいな感じで、大いに番組を盛り上げてくれましたね。あのこれ昨日いただいたんですが、ハーディッシュさんという方ですね。この方は足立地区にお住まいで、震災の影響で番組規模で情報交換で見えないつながりを感じたのが一番夕焼けテラちゃんの思い出です。個人的には萌えちゃんの名言、けがらしはい、毎週言われてました。ロケット団の三浦君がですね、なんか変なこと言ったんですよ。そしたら萌ちゃんがけがらしいっていう、そんな変なこと言ってないですよ。言ってましたよ。こんなこと言ってたよね。言ってたと。ただ脱げとかそういうこと言ってた。だからけがらしい。それがけがらしい。それは言われちゃいますよ。放送禁止用語かわかんないわけ。私たちのところが最も健全だった。昔の水谷は良かったんだけどなさんからいただきました、火曜日のロケット団と福田萌ちゃんは最高でしたね。テレビではそんなに面白いと思ったことがないロケット団に。おいおいおい、大体そうなんだよな。いつもよ、萌ちゃんと組むとものすごく面白かったんだ。今度なんかコンテストに出るときはロケット団 with 福田萌とフューチャリングとか、あっちゃんに怒れんじゃん。そういうのもいただいて、もう一つロケット団、ありがとうございます。カツ丼、カツ丼っていう人かな。カツ丼、猫にこんばんにゃという人かな。ファックスでいただいたんですね。非常に個性的な文字なんですよ。あ、そうなんですね。読めないね。個性的なんですね。個性的すぎて、本当に。いきますよ。ロケット団の4文字熟語勝負で三浦さんが1回も勝てなかったのはまあいいんですが、三浦さんの紹介するネタがテラちゃんの倉本の声で中途半端に終わってしまうのがいつも残念でした。結構続きを聞きたいのがあったんだろうなと。4文字熟語で対決するっていう2人で。何を対決するの？あのどっちが素晴らしいニュースかと。自分で作るの。はい、4文字熟語で、例えば一生懸命っていうふうにお題が出ると、そうするとあのね、それを倉本君と三浦君がそれぞれ一生懸命というその4文字熟語にふさわしいニュースを。はい、これ一回も勝ったことがないんですよ。大体原稿は後半でグダグダになっちゃうんで、いつも寺島さんに途中でね止められちゃうわけですね。これが結構盛り上がって、ラジオ機の方はもっともっと聞きたいですね。なあ福田、ななんで急に上から出てるんです。子供によろしくな。そう、萌ちゃんにも来ててね、絶対触らせません。毛柄を探してよ。ダメです。墨田区のですね、サザンカさんです。萌ちゃんが結婚おめでたとなり、母親のように嬉しいです。ラジオ機の方ね、テラちゃんのリスナーの皆さんには本当にあのいつも見守ってていただいてありがたいな。なんか娘みたいな感じがするのよね。リスナーの方はね、もうみんな家族みたいな感じで、親近感を持ってくださって、小出ちゃんは無垢だしね。やだ、もう断らないですね。無垢なんですよ。無垢は普通ビキニにはならないよね。まあそういうあの意外性もある。意外性もある。ギャップでね、楽しませる。今日は2500人の方が今いる。
グランプリ。すごいな。これどんどん人が増えてくるとどうなってくるんだろうね。この後もっと増えますから。新しく人が入って、え、ビキニ？ビキニ？モエちゃんもビキニ。いやいや、何人を巻き込むんだよ。やめろよ、そういうこと。素晴らしいですよ。ありがとうございます。でも尾木先生、改めてですね、福田萌ちゃん今5ヶ月、はい、そうです、ね、で8月にはママになる予定なんですけど、ね、これからとも楽しみ、まあ、教育はどういうようなことをしていけばいいですか。そうですね、今日のような会話ねすごくいいと思う。中身は問題あるところもあるけど、楽しさ、笑い、これがすごい大事なの。笑いがずっと伝わってるの、全部聞こえてるのよ。うん、聞こえてる、笑い声も聞こえてる。そう、笑い声で、それでね、わーっつってね、こう明るく生まれてきた時に、生まれつき明るい子になりそう。マスターね、おのまけだよ。すべてじゃないと思うよ。毎週1回やから。そうか。1だからね。ありがたいです。世の中こうなんだっていう勉強にはなったかもしれない。こういう方もいるんだと思う。変なおじさんもいるって。生まれる前からすごい社会学習してる。なるほど。これはすごい。嬉しいです、ね、よくそのお腹の中にいる時の記憶があるなんていう赤ちゃんもね、ですよ、22% ですから、体内記憶、すごいだから、全部聞こえてる。だからさっき言ったように5ヶ月で聴覚ができるでしょ、だから読み聞かせなんかもパパがね、あのお腹に向かって赤ちゃんに読み聞かせやってあげるとすごいいいのよ。でパパの声にずっと癒されながら、ちゃんとね読み聞かせしてあげる。パパじゃない、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 パパ役やりたい、パパ役やりたい。皆さんにあの本いただいたんですよ、本を。あ、本ね、なんで本なの。あのうんこっていう、うんこ、かわいい、かわいい本だよね。かわいいんだ、うんこ。かわいいの、かわいいのね。大事、健康教育にはね、すごくいい。うんこ渡したわけじゃない。すごいのかな、パッとめくると、立体で出てくるんじゃないでしょうね。出てこなかったね。変なとこ食いつかない。まさかうんこで食いつくと。広がっちゃったね。30日にね、日本の読み聞かせやるんですよ、横浜で。明日じゃない、明日練習しなきゃ。そこまで本業家まで、いいから、うんこはいいんじゃないの。だからいろんな絵本、どの辺がいいかなってこといろいろ見たの。うんこなんていうのも子供はすごく関心があるの。もうちょっと大きくなってからいいよ。生まれていきなりうんこってやったら本当に変な子になっちゃう。変な子になっちゃう。小木さん、明日は子供の前で。そうなんですよ。西さんがやる ね、あのなんか絵本コン、童話コンクールとかでグランプリ取ったのをちょっと読まなきゃいけない。これが長いのよ。で猫が主役で、猫の声なんかどうやって出すんだろうって。奥さんやるんですね。読むのよ。それから絵本も読むの。多種類読むの。それみんな聞きに来てくれるんですよ。テラちゃん読めばものすごくうまい。いやいや、私はもう結構固くなっちゃう。そういう言い方で本読むんですか。なんか疑ってるんですよ。なんか一言読むのかなと思って。ね。はい。ね、まだまだ結構出演者がいらっしゃるかな。そんな時間あるんですか。結構ね。いや、そうなんです。いやいや、ね、あのお名残惜しゅうございますけども、お別れ。お別れ。火曜の人です。バイバイ。バイバイ。無垢じゃねえな。一応ね、ここ紅白まんじゅうがありますから。そうそう、ありがとうございます。今日お越しいただいた方に、ありがとうございます。どうぞどうぞ。購買堂の紅白まんじゅう、はい、じゃあ、はい、バイバイ。そしてロケット団、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。文化放送ラジオショッピングの時間です。水野さん、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。温めるだけで美味しい煮魚が食べられる大人気のセット、今日は有屋の国内産煮魚お得用セットをご紹介いたします。はい、煮魚の種類なんですが、まず寒サバは味噌煮とおろし煮、サンマはかば焼きと生姜煮にしました。はい、特に今皆さんに召し上がっていただいているサンマのかば焼きは、大手航空会社の
ファーストクラス機内食に採用された実績のある。こういうのに弱いんだよね。もう自慢の味なんですよ。本当美味しすぎる。あ、もう食べてない。ありがとうございます。お昼食べてないな。あ、すごい。よかったよかった。よかったです。おかわりしちゃってください。でもなんか最終回にファーストクラスのね、わー、おめえか、自慢の味ですよ。いいな。はい、この丸ごとサンマのかば焼きはサンマに焼き目をつけて旨味を引き出してから特製ダレで甘辛のかば焼き風に仕上げました。ご飯がもうどんどん進む絶妙な味付けなんですよね。そしてサンマの生姜煮は生姜を効かせて深みのある醤油ダレで煮付けました。寒サバの味噌煮は信州味噌に胡椒や山椒、ニンニクなどで風味付けしています。寒サバのおろし煮はカツオと昆布の出汁に醤油を加えて煮付けました。さっぱりとした大根と甘辛の味付けがサバに絡んでとっても美味しいんです。美味しそうだね。こちらお値段は税込み3,300円。温めるだけで美味しい煮魚が20食で3,300円、うん、ですから1食あたり165円で味わえるんですよ。柔らかいですよね。そう、食べやすいんですよね。タレだけでご飯まずいけちゃうけど、そうなんです、うん、お申し込みは東京03-3431-9101、東京03-3431-9101、文化放送ラジオショッピングの係でお待ちしています、はい、この煮魚に使われています魚は九州五島沖の寒サバと油が乗った国内産のサンマなんです、はい、聞いてる、はい、味に高い評価を受けているお惣菜メーカーの夕屋の煮魚、うん、夕屋独自の出来たて真空冷却で魚の臭みを抑えて旨味を逃さず、うん、出来たての味わいでパック詰めしています、うん、もしも家庭でこれだけ上手に作ろうとすると時間も手間もかかって大変ですが、うん、これでしたら見た目も綺麗ですし、うん、はい、サンマは柔らかくなった中骨まで全部食べられるんです。そうなんだ。ちょっと骨が気になってたんですが、骨はね、うん、全く気がつかないくらい気になりません。ね、わからないですね。食べるって実感はなかったよ、うん、ですから元お子さんから年配の方まで安心して召し上がっていただけるんですよね、はい、分量は寒サバは1食およそ 60g、 サンマは1尾を2切れにしておよそ 90g、 食べやすい大きさでそれぞれ5食合計20食のお得用です。もう食べる時には袋のまま湯煎で温めるだけです。4種類も味がありますから食べ飽きません。賞味期間は冷凍でおよそ6ヶ月、温めるだけでふっくら柔らかい煮魚が食べられますので、夕食の主菜にそれから忙しい朝のおかずにと大活躍です。てるちゃん、これ本当に骨がトロトロなの。そうね、骨が、はい、こちらお値段は税込み3,300円、はい、国内産のサバとサンマを使った4種類の煮魚が合計20食のお得用セットで3,300円、大変お買い得です。クール冷凍便の送料は680円、含み2ポイントは31ポイントです。お申し込みは東京03-3431-9101、東京03-3431-9101、文化放送ラジオショッピングの係まで。インターネットは文化放送のホームページショッピングから。お届け返品などに関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。毎日の耳寄り情報でお買い物、皆様からのご注文お待ちしています。はい、ショッピング担当水野真理子さん、水野さんもね、はい、あの水曜日のパートナーも務めてくれて、はい、ありがとうございます。パートナーになりましたよね、マリリンね。急にっていけないのかよ。いいんですけど、なんか、ね、すごい人気なんだもん、ユーチューブで。なんか人数とかも増えて、なんなんだ、何起こってるんだよ。私あれなんですよ、マリリンと公式ライバルなんですよ。どういう意味なんだ、そんな勝手に言ってんじゃないかよ。夕焼けてるんで公式ライバルで、私ちょっとライバル視してましてですね。水野さんが横綱だったら小学生だぞ。ニュースの数では、まあ、勝ったかなと思って。なんで水着の時だけ本当に綺麗ですよね。40超えてると思えない。なんでそういうこと言うの。そんな作品触るわけ、この水野さんの美が。40過ぎてても最近はね、本当にあの40代もブームじゃないですか。いや、相手にしない方がいいよ、小出なんて。これからもいいライバルでいましょう。
ありがとうございます。恨みはこもってるよ今の言い方。お疲れ。お前どっから物言ってんだよ。はい、水野さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ステラちゃん夕焼け、夕焼け、夕焼けテラちゃん、文化放送。はい、メールたくさんいただいております。夕焼けテラちゃんの思い出です。小遣いは月7000円さん、松戸にお住まいですね。昼から夕方に変わってしまい毎日は聞けなくなりましたが、ほとんど知らない芸人さんたちが出ていたので新鮮な感じがしてよかったです。というね。そうか、そういうことですね。はい、ゴンちゃんです。夕焼けテラちゃんの思い出というと、芸人の出るコーナーが勝手に盛り上がっているだけで面白くない退屈なコーナーだったんです。はっきり言うな。菅直人のモノマネをするテルさんと鈴木宗男さんのモノマネをする古賀修さんの出現により面白くなりました。あの二人が、あとまた福田萌さんとロケット団の掛け合いも楽しかったです。バトルみたいなの好きなんですかね、みんなね。あとはですね、もう一つぐらいご紹介しましょうかね。こちら行こう。桜さんですね。ロケット団を初めて見ましたが、想像していたのと顔が全然違いびっくりしました。倉本さん、これさっき紹介すればよかったね。倉本さんが想像以上に幸うつそうな顔立ちでびっくり。三浦さんも想像していたのと違いなんか怖いです、ね、でも萌ちゃんとのやり取りが最高に楽しかったです。もうほらラジオ機の方も最後だから、もう歯に衣着せぬ言い方で、ね、それでいいんですよ、ね、はい、また後ほどご紹介します。あのニュースで結構あのマリリン炎上が起こってるんです。そうなの。マリリン、最後までいておくれよ。いや、なんかマリリン、私がね、まあね、いいじゃないですか別にね。今日はもう小出マリリンになんてこと。本当のこと言ったんです。皆さんの声を私が代表して言ったんでね。いいでしょ。さすが芸人だね。はい、また後ほどです。編集長は見た。編集長は見た。このコーナーは毎日日替わりで有名雑誌の編集長が独自ネタやスクープを持って、夕焼けテラちゃんをお聞きの皆さんだけにこっそり教えてくれるという聞きどころ満載のコーナーですが、本日は最終回スペシャルということで、番組出演者の方々がたくさんやってきて、はい、そうです。なんて言ったってスタジオの中にね、マイク10本ありますから、はい、さあ今度は誰が来てくれるのか。お、なってるな。誰だ誰だ、こんにちは。マシンガンズだ。こんにちは。木曜日だ。昨日だ。昨日もあった。残念なのよ。よろしくお願いします。どうも。よろしくお願いします。マシンガンズの二人です。おぎままです。おぎまま、俺も始めました。始めました。そうだ。始めました。テレビで見たことある。いやいや、まだ。素人です。有名人じゃない。いやいやいや、緊張した。隣ですよ。もう有名人ですよ。で、もう一人が古賀修。古賀修。中継リポートでは少し。じゃあちょっと披露してみますか。目の前でやっちゃいます。それでわかる。あ、続けるペトラスズキモノがやってましたよ。胸屋さんですね。そうですよ。ちょっとモノマネやりましたね。噛み合いそうにやりませんね、これは。おぎままやられたらやり返すって自然。ちょっとね、意外な。意外とね。そう、おぎままの日にも中継に行ってもらった。ね、テルさんですね。こういう日に来ると新鮮ね。そうだね。普段自分の来たんですよね。じゃあいいんじゃないですか。なんでだよ、これで。この3人はもうね。俺やっぱり小出より水谷さんの方が好きだな。本音じゃないですか。小出好きになれないな。小出な。水谷さんに比べてね、いじり方に愛がないよ。いや、愛情がない。それは昔から。でもちょっとないかもしれない。小出のいいところ。でもね、マシンガンズと古賀さんはね、昨日に引き続いての登場ですけども、古賀さんはさっきも話に出ました。もう鈴木ニセオさんとしてね。ニセ菅元総理とニセ原慎太郎さんらとともに、まあいろんなとこ行きました。そうですね、行きましたね。思い出もあったもんね。かなりありましたね。身の危険を感じましたからね。でもなんでもうちょっと声のこう大きさっていうのは加減できなかったんですか。なんでしょうね、なんか声を多く出すとなんか笑いが取れるとどこかで勘違いしてるんですよね。多く出せばいいみたいな。そのシーンでちょっと分かるよね。ああ本当ですか。怖いんで声を大きく出しちゃうんですよ。そうなんですか。なんか小声で
あんまり言えないよね。ここで小賀さんとかね、あの延長戦とかでなんかほらネタとかいるじゃない、はい、声でねじ伏せられるところあるよね、なんかね。そうですね、このミスだとね、相当声でかいですよね。そうそうそう、俺らもね、なかなか声でかいよね、まあ、受け継いでるから、先輩から。あ、そうなんだ、受け継いでるからね。そういえばね、萌ちゃんが先ほどあのお腹にお子さんがいるって聞いて、滝沢くんもこの前子供が生まれたんですよ。そうなんですよ、先日生まれまして、なんかください。いや、雑ですよ、アドバイス。すごい雑、教育評論家なんだから。雑だな、アドバイスをあげますよ。あ、そうですね。いや、あの金の方も金ですね。最速が早いよね。早いよね。それではですね、ここで鈴木宗男さんに中継の思い出を、あ、卒業式風に改めて振り返っていただきます。わかりました。そういうことなんですね。できますか。はい、まあ、卒業式ですもんね。そうですね。あ、音楽ちゃんとするの。やっぱり座って立ちます。そこでいいですか。立ってもいいですか。あ、立った、やりやすい。立った、立った。あ、座ってだって。あ、座って。そうですね、マイクから離れちゃった。あんまり慣れてないですから今。びっくりした。では、宗男さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、夕焼けテラちゃん活動中、卒業式を行います。当時卒業生代表鈴木宗男に代わり、浜田光一、浜子、そう、夕焼けテレちゃん活動中の皆様、長くて短い間本当にお世話になりました。私は皆様方に心から敬服をいたします。どうも。今風に変えればいろんなことがありました。スペシャルウィークという企画では、テレさんと一緒にいろんなところに中継リポートに行きました。うん、2人行った外務省前、外務省前。一人でやるんだね、一人でね。一人でやるんだね。黒い外星艦に襲われました。もう殺されるかと思いました。時として仕事というのは危険が伴う仕事ということを改めて実感いたしました。そして、時として言った竹島の問題で騒がれた時に言った韓国大使館前、韓国大使館前。よく言ったね。鈴木宗男のモノマネで大使館に向かって大きな声で言いました。韓国大使館の皆さん、竹島は日本の領土ですよ。即座に返還してください。おうおう。警察官に取り押さえられました。日本の警察官の迅速な対応に敬服する一心してやりました。ある時はそんな危険から逃れるために安堵を求めて行った原宿駅前、原宿駅前。女子高生に好きなことをインタビューしていいというのです。もうコスコンドもいいところです。どっから来たの、どっから来たの、彼氏はいるの、彼氏はいるの、おじさんとは付き合える、付き合える。もう言葉が止まりません。私たちはそんな思いを胸に秘め、夕焼けテラちゃんを卒業します。卒業します。最後は共産党志位和夫委員長で卒業してもいいですか。寂しいですよね。卒業しますよ。しょうがないですよね。どうもありました。ありがとうございました。どうもありました。おすごい、すごいね。ただ久保さんが卒業生代表と思うと恥ずかしいですね。そうですね。みんなの代表みたいな程度の悪い格好になっちゃいますからね。いや、ぴったりのね。マシンガンズはマシンガンズでですね、突撃取材の餌食になりまして、中継の自宅の方にね、あの二人の自宅にリポーター、まあ小賀衆なんですけど、行って、テルさんと行ったんですね。で、奥さんがね、迷惑、勝手に来て、奥さんがいるのに小賀さんが上がり込んで、ちょっと僕の奥さんをやらしい目で見るんですよ。意外と胸元がちょっと開いてるんですよね。やだ、やらしい。ちょっとこれで誘ってるわけじゃないよ。いや、セクサルがいかにしてるから。そうそう。なんで俺で最初サングラス対応だったら OK って言ったんですけど、そのうちもサングラスが見つからなくて、もうこのままで出ますって言って、結構後半乗る気だったんですよ、奥さんも。結局出たかったみたいなね。お前嫁いじりやめろよ。なんだよ、俺はいいよ、先生のことだから。嫁いじり
滝沢くんちも行ったもんね。滝沢くんちもお嫁さん大丈夫でしたね。ドン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 って来てね。でなんかもう外がやばいだろうから中に入ったんだよね。あ、そうなんだ。中に入れるしかなかったんだ。入ったらあの迷惑でしたって。滝沢さんがアルバイトで内職してる服とかを急に隠してた。やめなさい。それは内職の話やめなさい。まあ本当にいろいろね、あの協力もしてもらったし、そうなんですよ。今いろんなことをね、というか毎週それぞれあるんだと思ってもらってたんですよね。営業で休むってなった時もなんかあの電話もかけてきましたよね。あ、そうそうそう。営業先で。だって本当かどうか分かんなかった。愛されてるっていうこと。はい、お知らせの後まだまだですね、トークの方が続いてまいります。はい。ではじゃ。この時間は夕焼けテラチャを盛り上げてくれた地下芸人の皆さんや出演者の方々をお呼びしてトークしてます。あ、大丈夫です。出づらいよ。誰なんすぎ。さっきの人たちのことです。あ、そういうことか。え、それマシンガンズのこと。まずいだろ。とは言ってないんですけど。スカって言ったらまずいだろ。そうですか。じゃあよろしくお願いします。4時40分になりましたけども、さあそれではですね、誰なのかわからないんですけども、この方たちですね。あ、ピンポン来た。ピンポンピンポンピンポン。どうも。あ、ネズッチだ。ネズッチ。月曜日の森崎さん、ゆきさん、どうもね、ダブルフォローの根津さん。お前地下芸人じゃないよ。根津さんのことではないです。次根津さんだと思わなくて。森崎さん芸人じゃないじゃないですか。そうだよ。美しすぎる料理研究家ですから。芸人されちゃって、すごい胸元が強調されてますね。なんで女性ばっかりこうやって絡むんだよ。すごいわね、小池ちゃん。うん、いやもう種類が違うから。マリンしか対抗してないんですけど。あ、そうなんだ。だから森崎さんじゃあ対抗してみます。どういうこと。あれ、小木ママと森崎さんは初めてですか。初めて。あ、いや、スカイツリーのあのその時に。あ、そうかそうか。そうもそう、すれ違いだ。印象に残っている。そういえば。そうそうかね。根津地と小木ママは、でもテレビでとかいろんなよく知ってるから、お互いテレビにもね、初めてって感じしないけど。森さんも出てるしね。森さん、早速ですけど、根津地はもうお分かりの通り、謎かけ、何でもできますよ。なんか一つ今、言っていただいて。あの、何でも大丈夫ですよ。じゃあ、夕焼けテラちゃん活動中と。ああ、そうですね。言っときましょうか。整いました。夕焼けテラちゃん活動中とかけて、混んでる飲食店に複数で行くと解きます。その心は席別になります。はあ、そうか、今日が最終回で席が別です。すごい。これあのはっきり言って僕とっさに今思いついて言ったんですけど、こんな風に整って帰ってくるとは思いもしなかったの。これ今本当にあの考えたの？考えました。本当に考えたの？言われてるじゃないですか。いろんな人に言われるから。もったいないのね。これもっともっと売り出さないと。もったいないってことはまだ花開いてないってことですかね。前から花いっぱい開いちゃってたけど、もっといっぱい出ててほしい。すごいですね。今後もじゃあ文化放送さんがね、いろいろこうね、指導を出せればいいんですけど、ここでピリオドというわけではなく、プロデューサーが手を振ってるっていうね。もういいんだよ、もういいんだよみたいな。バイバイ。でも森崎さん、月曜日のパートナーとしてね、頑張ってくれて、で、あのコメンテーターが岩上康美さんという方だったんですけど、どうでした？いや、難しかったですね。難しかった。話題がね。で、あとはあの5時台は吉本興業の芸人さんに、あの慎吾ちゃんだとかね、茶止まれんだとか、やっぱ生でね、漫才聞けて本当に面白かったですよね。臨場感があったし、そう、緊張感とかね、唾とかも飛んでくるから、それはですよね。それは一生懸命なんだけど、唾を浴びるとなんか興奮するんですか？いや、小木さん、急に小木さん、そんなこともおっしゃるの？もちろんですよ。すごい頑張っててね、皆さん。ですよね。あれ、小出はまたなんかちょっと、何、さっきさんちょっと気になってて、ずっとあのブログによく写真をね、あのほら載るじゃないですか、毎日日記で。あれね、ちょっとなんかポーズとかちょっとわざと
何してんだよ何しゃもんつけてんだよ。あ、違う、あれはちょっと私意識して、うん、結構自分もグラビアポーズとかをやってる、はい、研究してます。そうなんですか。なんか言われるんですよ、撮るときにポーズ撮ってとか言って、うん、それ上手なんだ、すごいね。わかりました。料理はほら料理研究家だから管理栄養士だからプロですよ。なんか教わった方がいいんじゃないの、これで。ぜひ最近また本出したので買ってください。くれないんですよ。そうなんだ。こんだけ医者もつけといてそれはくれないだろ。じゃあブックオフで買います。なんでそういうこと言うんだよ。料理するの。しますよ結構。何する。肉じゃがとか。肉じゃがいいんじゃない。いいんすよ。今度じゃ食べてね感想をちょっともらおうかな。厳しいよ。ものすごい厳しいよ。厳しいって聞きました。なんか料理に関しては森さん厳しいよ。そうよね。プロだよ。そうね、肉じゃがもじゃがいもかけてるんでしょ、これ。じゃダメよ、あんなの。いや、うん、いやね、よくわかんない。よくわかんないじゃねえだろ。肉じゃがのじゃがいもはかけるじゃない。ボロボロなっちゃうよね。料理してないだろ。肉じゃが言うときは何とかなると思ったんですよ。すみません、ベタなこと言っちゃいました。結構肉じゃが の, あの材料とかほら、よくテレビ番組でね、はい、肉じゃが作ってって言って好きな材料から選ぶとめちゃくちゃ選ぶタイプじゃない。あね、すみません、あんま好きじゃなくて。なんだよ。あれ、まだスタンスが分かってないのかな。そうですよ。でもあのダブルコロンはね、はいはい、水曜日で、ええ、鈴木邦夫さんが、ね、そうですね、コメンテーターで。あ、すごいです。あ、後で相方来ますからね。あ、はいはいはい。で、うん、鈴木さんは最初ちょっと怖かったんですよ、うん、あの肩書きがね、やっぱり肩書きですから、ね、やっぱりあの政治活動家ですからね、はい、だから どんな人かなと思ったらすごくこうニコニコと、はい、すごく大きい心の人だったですよね、助かりましたよ。だって今までの中でネズッチの謎かけ、はい、一番感動したのは鈴木邦夫さんだと思いますよ。そうなんだ。すごい。たまに感情入ってない時ありましたね。なんとなくおお。ちょっとね、分からないです。そうなんですね。おひまませっかくですからもう一つどうですか。分かりますかね。あのそしたらね、夫婦橋とかけて。実はね、これね、寺ちゃんから今日最後だっていただいたのよ。夫婦橋をいただいて、さっきからこれでね、あのそこのほらショッピングの、はい、あれいただこうかなと思ったんだけれどもね。何もうできたの。大丈夫です。どんな顔してんだろう。整ってる。整いました。目を飛ばしとかけまして、借金を借金返済に頑張る会社と解きます。その心は負債で使ってます。あー、すごい。ああ、なんかおしゃれじゃなくて、なんかマジックを見てる感じですよね。すごい前っていうか、顔も面白かった。面白かった。どんな顔？なんか目がなんかいっちゃって、なんか。なんでこういうの？そんな風にこう。そういうとこ見てるんだよ。すごいなと思って。天才天才みたいな。こういうのなんかちょっと一発説教してやって。ちょっとこういうとこやってみる？あ、やってみる。やってみる。こういうね、同音異義語がポイントらしいよ。だから同じほら、違うよ。同じ音なんだけど意味が違うってやつよ。じゃあください、お題。え、いいの？森崎。あ、じゃあ目の前にすごい綺麗な花束があるか。花束。花束。うわ、いいわ。なんか顔青くなってきてる。どんな目してるかな。ここ芸人魂でね。整いました。花束とかけまして、森崎さんの森崎さんと解きます。その心は、いつか散るでしょ。何これ。女として、ちょっと間違えた。もうごめん。やばいこれ。これさ、ネズチちょっと言ってやってよ。これ一人得しないじゃないかこれ。あのごめんなさい。すみません、許してください。あのやることだけでもすごいんですけどね。これ生放送だし。すごい芸人さん。聞こえちゃった。ちょっと整え返しちゃっていいですか。はい。整え返し。整え返し。整いました。花束とかけて森崎さんに対する小出の反応を届きます。その心は花瓶になります。本当に花瓶よ、さっきめっちゃ花瓶。本当ありがとうございます。でもさ、これね、
生放送今日聞いてる方はすごく得しましたよ。だって生で小出が全然ダメで当たり前なんだけど、それをねづっちがちゃんとカバーするんですか。小木さんすごい嬉しい。何言えばよかったのかな。いいよ、もう本心を出したらダメなのよ。5時15分過ぎからですね、この番組から羽ばたいたシンガーソングライター芸人雨宮、あと菅本総理のモノマネでおなじみのテルさんらも登場いたします。はい、森崎さん、そして根槌、どうもありがとうございました。また入ってきてくださいね。以上、編集長は三田でした。テラちゃんの思い出たくさんいただいてます。太郎ちゃん16歳の高校生、北区に住んでるね。ある木曜日、夕焼けテラちゃんのユーストリームを見ていたら、コメンテーターが話をしているのに水谷さんがあくびをしていてびっくりしたことが、こんなことあったんだ。噛み殺してたのかな、分かんないけど、それともぽっかり口開けてたのか分かんないけど。あとは金曜日のエンディングの小出さん、終了間際のバイバーイが可愛らしく大好きでした。あ、私もあれ好きです。好きですってどういうこと。私もあれやるの楽しみ。自分でやってるのが一番ピークっていうか、最後がもっと本気出せよ前に。ピークで、すごいね。そう、ありがとうございます。あとこちらはですね、テラちゃん調整中という方ですね。この人も高校1年生か。早起き調整中ってこと。朝方にテラさん、テラちゃん調整中、夕焼けテラちゃんの活動中の思い出、ユーストリームでのテラちゃんの後頭部の復活、日ごと豊かになっていく様子を見るのも毎日の楽しみでした。後頭部、これね、びっくりしたんですよ。ユーストリーム始めた時に私の後頭部が映ったわけですけども、今映ってる、結構ね、危なかったんですよ。ショックですよね、あれ見た時から努力して、なんとか今に至ってるけど。努力は何のことですか。いや、マッサージしたりとか、そういうことなんだけどね。はい、この後はニュースパレード。違う、もうすぐ5時です。突撃隣の芸人さん、こんばんは、アナウンサーの田中みな実です。先輩の青木優子アナがお笑いコンビナインティナインの矢部浩之さんと結婚しましたけど、結婚生活が3年続くことはないない、ナイナイさんとかけてみました。あはあはは、さて、このコーナーは毎日日替わりの芸人さんを通じて、ささやかな話題とともにいろいろなネタを提供してくれるというコーナーですけど、本日はたくさん人がいますね。やりにくいね。何これ、何これ。文化放送浜松町の9階にあります第3スタジオからお届けしております。今日最終回の夕焼けテラちゃん活動中、小木さんがいらっしゃいます。ねえ、いるわよ。最後まで残っていて、その他に先ほどから出てくださったですね、芸人さん、そしてね、タレントさん、これ全部で今14人がスタジオに入ってますね。息苦しいもんだって。ちょっと暑い、空気が少ない、酸欠になりますね。暇そうにしてる人の顔も見えるしね。ぼーっとしてるじゃん、後ろの。さあ、それではですね、まずはこの方からご紹介いたしましょう。俺をレギュラーで使ってくれる放送局を探せと秘書に無茶振りをしている菅元総理です。はい、どうもね、今日で終わるっていうからね、私ね、私服で来ちゃった。おい、なんで私服で来るんだよ。最後なのに、でこれ喋んなかったら分かんないからね。ユースリーム見てる方もね。さあ、そしてですね、この方にとって始めましたではなくて終わりましたとは何なのか、雨宮です。シュンガー、ごめんなさい、ちょっと噛んでた。終わりました。いやー、どうも、やはりですね、旬も終わったしね、ちょっと給料も下がってきた、だから豪遊もちょっと終わったわけども、でも本当にテレちゃんのおかげ育てていただいた、そういうつもりで今日先生やってまいりましたよ。なんか、みんな無断気だな。キトさんよくワンクもすごいリラックスしちゃってみんなね。クラモちゃん元気？元気です。生放送で約束してください、一度に喋るな。もしか喋るときは自分の名前を言ってから喋らないと分かりませんからね。はい、菅さんのモノマネでおなじみテルさんでございますね。テルでございます。そして雨宮です。
いやいや、一応この人も紹介しておきましょうか。番組を卒業させられたのにのこのこやってきてしまったジータカシです。元気ですか？お、元気があればラジオもできるということで、私ね、チェラちゃんがこうファイナルというのをね、聞きましてですね、パラオからですね、大江戸線に乗って、この浜松町にやってきました。新鮮ですよね。やっぱいいですね。毎週楽しかったですね。これ誰にでも言ってるんだね。終わりだからいいや。終わりだけすごいよ。よろしくお願いします。さあ、それではですね、まずはこの方に曲を披露していただきましょうかね。小林麻耶さん、曲振り紹介お願いいたします。はい。私はプロデューサーにこびてこびて4月からテレビのロシア語講座のレギュラーを勝ち取りました。ありがとうございます。それではピロキシカじゃなかった雨宮さんお願いします。 OK、ね、ピロキシカじゃございませんよ。やはりね、今日金曜テレビですらいね、はい、ちょっと歌わせていただきたいと思いますね。我々が大変お世話になった夕焼けテラちゃんのコーナー、隣の芸人さんもいよいよ大フィナーレ、明日から多数の芸人、特にテルさん路頭に迷うけどたくさんの可能が生まれました。マシンガンズも路頭に迷うけどたくさんの感動が生まれました。本当だよ、真横に言われたよ。ちいたかしはすでに迷ってるけどたくさんの感動が生まれました。今日は金曜テレちゃんの最終回ということで、金曜芸人の三大感動を繰り返します。ちいたかしが石原慎太郎に扮して外務省前に突撃レポートした時、外戦車に絡まれました。忘れてたから忘れてたから感動した。雨宮が番組出てすぐ R1 で準優勝、その直後忙しくなって本番中もふてくされていたら本番後テラちゃんに勝つ入れられた。マジだった。テルさんが歌ネタであの国とあの国を潰すと熱唱、かっこよかったのに大人たちの顔色を見て笑ってごまかしました。最低でしたねテルさん。ラジオショッピングのキャスターさんが最後の登板の日、歓喜は待って泣き出した時、小出は一生懸命笑いこらえてました。テラちゃん金曜日も最高でした。どうもありがとう。おはようテラちゃんにも呼んでください。どうもありがとうございます。いや懐かしいわ、おじさん、いろんなことあったんですよ。サビが効いてますよね。小賀さんもほら彼女できてね。そう。ね、サビさん彼女すぐ振られて、でバンバン言っちゃって、パニテ出して。ねえ。また暴力振るっちゃってね、もう。いやー、楽しい曲ですよね。今も話題に出てきたジータカシなんですけども、番組卒業以来はどういう生活をしてる？あ、そうです、そうですね、やはりまあ、ラジオというですね、この大きなメディアを一つ失い、主に都内のライブハウス、ショーパブで、アルバイトをし、ネタを作る、そういった生活をさせていただいております。いいですか、台本読むのやめてもらえませんか。いやー小木さんすごいですね、芸人さん集まると ねでもなんか懐かしいよ ねなんか元気ですかとか言ってやんないの。あ、さっきやりやったんですけど。やってましたよ。一番最初にやってました。
僕尾身さんに一番近いところでやらせていただいたんですけど、やらないよ。でも分かりますよ、やったら分かりますか、元気ですか尾身さん、あとよろしくお願いします。いや僕ね、その時に手上がるのかなと思ったから、お店だけだから手を上げてもう一回やるよ。じゃあラジオの前の皆さんも行きますよ、手を挙げてください。元気ですか、元気です。だけどあのちょっと心配してることがあって、石原慎太郎さん体良くなさそうなんだよね。いやでもやっぱりね、やっぱりいつでもね、この番組呼んでいただければね、その番組に合わせて、ね、体調というものは直していきますから、やっぱ大丈夫ですか。テラちゃんやってる時が一番体も調子良かったな。お子さんもなんかちょっと選挙絡みでね、よろしくないような状態になりそうな感じもしないでもないですよ。いやでも私はね、東京オリンピック招致するまではね、絶対に健康でいるつもりますから、これからもね、朝頑張ってください。聞いてますよ。おすごいな、これ似てるだけのモノマネです。したもんですよ。お客さんいかがですかね。すごいね。なんか本当にね、お元気になられるみたいな感じがする。あ、すいません。それではですね、このコーナー、あの最後はですね、最後ですか、この方に飾っていただきたいと、愛子さん紹介お願いします。もうほんまに番組終わってしまうやな。ほんまに愛子はこの番組を生涯忘れる。何この空気、テルさんどうぞ。やりにくい。夕焼けテラちゃん活動中だ。金曜レギュラーになれたけどギャラ安い。毎週来てるのに受付で止められる。わかる。トイレの水道自動だけど反応悪い。ユーストあるから衣装を着るけど着替えはトイレ。スペシャルウィークの中継で警察と外線車に囲まれた。夕焼けテラちゃん活動中だ。さあ次は寺島さんをいじりますよ。出た、なんだろう。寺島さんも活動中だ。新しい番組がモテたけど土葬場。順調に出世をしたけど不甲斐ない。夢のマイホーム建てたけど八王子。一番の思い出の仕事ジョイナーで銀座。バレンタインで恋でからチョコレートもらったけどドロドロで食べにくい。2年半前に始まり今日で本当に終わる。寂しくて泣きそうだけどこの番組で素敵な仲間に会えた。イエーイ。夕焼けテラちゃん活動中だ。夕焼けテラちゃんは不滅です。ワンモアタイム。夕焼けテラちゃんは不滅です。テルさんこんな才能あるのに、今までずっと発揮しなかった。複雑今ハーモニカまでできたんですか。ハーモニカなんか今日初めてですね。でもね、最後に光る人ね。最後に光る人ね。いよいよついですね、もうすぐ番組のエンディングを迎えますね。以上突撃隣の芸人さんのコーナーでした。では
ございます、はい、ラストウィークスペシャルプレゼント夕焼けテラちゃん活動中出演者サイン色紙当選者の発表です、ランコさん埼玉にお住まいの30代の方おめでとうございます、はい、これ嬉しいだろうな当選した人ね、うん、今まで ここまでの拍手ないから、うん、で荒川区のですね、荒川の黒猫さん当たりましたおめでとうございます、うん、先ほどまでですね小木さん、うん、はい、14人だったんですスタジオ、1人増えたんですよ、なんかね迷ったおじさんが入ってきちゃったみたいでね、あのどうも初めまして、ダブルコロンの木曽さんちょっと言います、なんか言いたかなかったなんかおぎままみたいな方、僕のことお好みの方多いんですけど、僕のこと 初対面ですけどどうですか見て、いいわ、なんか安心感、おじさん、おじさんもう前向いてください、おじさんもう前でもう結構でございますから、はい、最後の最後に間に合ったやつだからすいません、ねえ、何したの今まで、駆けつけたんだ、今まで下のデニーズお茶してたっていうじゃない、本当に真面目にやってた、やめなさいよそうやったいつもじゃねえよ、またいいから黙ってろ、喧嘩すんなよエンディングで番組終わっちゃうんだからもう、来週の月曜日からこれ私事でございますけれども、朝5時から7時までですね、おはようテラちゃん活動中という番組、これ担当させていただきます。今とガラッともう生活が変わりましてね、大変やね、でも頑張って今日こちらにお越しの方がなるべく出ていただこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします、絶対出る、普段もやちゃんもね、はい、お腹重くなってきてるのにどうもありがとうございます、いいえ、とんでもないです、はい、ロケットのご苦労さんでした、ありがとうございました、そしてもう一方綺麗な人もね、森崎さん、ありがとうございます、森崎ゆきさんも来てくれて、はい、月曜日は芸人さんは今日は来てませんけれどもね、火曜日がロケット団で水曜日がダブルコロン、ありがとうございました、ありがとうございました、今日来てくれまして、また来ます、はい、マシンガンズありがとうございました、ありがとうございます、よろしくお願いします、分かれてんじゃん、正面にいるし全然内戦ないし、ジーナカシはい、開いた後ろ、ありがとうございました、ありがとうございました、後ろまで引っ張りましたもんね、小賀シュー、あれさ、ご苦労さんでした、はい、これで皆さん呼んだかな、大丈夫ですね、あとは、いやいや私呼んだ、ちょうど森崎さんの綺麗な後ろに隠れてたからね、雨宮とそしてテルさんありがとうございました、ありがとうございました、テルさんの歌で目頭が熱くなりました、最後に光りました、ハーディさん、もう一つこちらママシニゴンさんもテルさんの歌締め最高でした、順番小木さん、小木さん、今日はなんか本当に盛り上がってね、小木さんでこう締めさせていただいてありがたいです、番組もねえ、ねえ、無垢なね、小指ちゃんでね、みんなを傷つけてね、今日今たくさんのラジオお聞きの方ありがとうございました、そしてユーストリームも2926人が見てます、どうもどうもありがとうございました。